皆さんこんにちは。やってきましたね、新芽の季節。毎年のことですが、皆さんはこの新芽とどのように向き合っているでしょうか。美しい新緑に木の生命力を感じて楽しんでいらっしゃる方、あるいはまた今年もこんなに茂るのかと肉肉しげに見ている方、いろいろな方がいらっしゃると思いますけれども、今回はこの新芽を目の敵にして真っ向から対決しようとしているあなたに、新芽とまともに戦うな、上手にいなしましょうというお話です。まずは敵をよく知るために新芽をよく観察してみましょう。新芽と去年までの古い葉っぱの境目は色でわかりますよね。今切ったところが去年と今年の境目ですよね。ここでしょうか。いや、厳密に言うとここではありませんね。枝の色が変わっているのがわかりますか。ここが去年切られた部分です。ここからトカゲの尻尾のように新しい枝が伸びて新芽になっているわけです。で、この色の濃い葉っぱのところで切ると一応去年の輪郭まで戻したということになります。去年の輪郭まで切り詰めてみます。同様の新芽がたくさん出ています。ここも去年刈り込まれたところから色が変わっています。この青い矢印の枝は付け根から色が変わっていますから、ここからが新芽、右の2本はこの緑で示したところからが新芽ということになります。去年の葉っぱのところまで切り戻して、あ、これで去年の大きさまで取り戻せたと喜べるのでしたら、これ以上この動画を見る必要はありません。去年の大きさに刈り揃えれば良いだけなら、木バサミなど使わず刈り込みバサミで刈り揃えれば良いことです。しかし、この動画をこの先見ようと思っている方はおそらく今この位置で切ってもすぐに新芽が出て去年の輪郭よりまた大きくなってしまうということをよく知っている方でしょう。出てきた新芽を木の表面で切り払っているだけでは手入れにはなりません。次はレッドロビンの新芽の様子です。レッドロビンも大変元気の良い木でたくさんの新芽を出します。木の表面を覆っているのはほとんどが新芽ですね。中の方で赤い色が冷めて緑色になっているのが去年の葉っぱです。ここまで切れば一応去年の大きさには戻ります。大きさが戻るのは切った今この瞬間だけで、この後また新芽がそこから出て生け垣は太ります。新芽が吹いたら刈り取り、またそこから新芽が出て刈り取りということをずっと延々繰り返して新芽と戦っているわけです。まあ生け垣ならばそのように刈り込みを繰り返していても良いかもしれませんけれども、単木の場合ではそのように新芽をいじってばかりいてはせっかく透かした枝の間がどんどんまた密になってしまいます。これはスダジイの例ですけれども、新芽がたくさん吹いている枝を無視してもっと奥の脇枝に切り戻した方が良い場合が多いのです。例えばここの枝もここで切ったりします。新芽の吹いている枝先で対処せずにもう少し考えます。例えばここの場合は
去年の輪郭よりも明らかに外へ出てしまっているこの長い枝を取ってしまいます。そしてこの輪郭にやっと達しているこの短い枝を残します。もしもこの長い方の枝を去年の輪郭のところで切ったとしても、その切り口からすぐにまた新しい新芽が出てきてしまいます。またその新芽と戦うことは無駄なことです。たくさんの新芽を蓄えている勢いの良い枝は脇枝に切り戻して樹勢をいなした方が良いのです。ちょっと図で説明しますと、このように去年の枝葉があって、今年この先から新芽が出ています。去年切り揃えたラインがこの辺にあります。で、今年そこから新芽が出てきます。そうすると皆さんはハサミを取り出してこれを刈るわけですね。表面に出てきているこの新芽たちに戦いを挑むわけですね。ここで切ってみたり、この辺で切ってみたり、いろいろでしょうけれども、まあどこで切ってもその切り口からまたさらに新芽が出てきてしまいます。長芽有性といって、樹勢は枝先に集中しますから、切られたところから芽が吹きます。去年の輪郭のところで切れば一時は小さくなってさっぱりしますけれども、樹勢があればまたすぐそこから新芽が吹きます。樹勢の続く限り、木は新しい兵隊をこの最前線に送り込んでくるわけですね。切れば切るほど枝先は分岐して密集してきます。枝先が密集すると光が入りにくくなってしまいます。そして兵隊を送り込んでいた樹勢もやがて疲弊して木が弱ってしまいます。木の内部の小枝や葉っぱが機能しなくなり、脇枝もなくなってしまう場合があります。つまりこういうことが私が新芽と戦うなと申し上げているところです。そこでこの下から上がってくる樹勢をうまくいなすという方法を考えます。最前線で戦うことをやめて、この新芽もろともなくせばよいわけです。つまりここで切る、ここで切って脇枝を生かすわけです。こっちは全部いらない。そうするとここに空間ができて光が入るようになる。脇枝が生かされて輪郭の内部に収まるというわけです。まあつまりはいつも言っている切り戻しという手法なんですけれども、これによって樹勢をうまくいなすことができるわけです。漢字で書くとこうですかね。いつも言っている大事なことですけれども、切るときはきちんと切ってくださいね。私の動画でコジット論をきちんと理解した方にはわかることだと思いますけれども、正しい位置できちんと切ってください。先ほどの話でこの上の枝を切る場合はここできちんと切ってください。そしてこの下の枝を生かす。間違った切り方をすると、その切り口から木材腐朽菌が入って木を腐らせます。
それにこの中途半端な切り口からは方向の悪い無数の新芽が出てきてしまいます。せっかく枝数を整理しようとしているのに、これでは意味がありません。きちんとここで切れていれば、ここから新しい芽が吹くことはまずないのです。ちょっと残しは絶対にダメです。ですので私は高枝切りバサミでの剪定はおすすめしません。正しい位置に刃を当てることができませんから、どうしてもちょっと残しの切り方になってしまいます。きちんと切れないなら、新芽と戦っている方がまだマシだと思います。最後に、剪定の時期というかタイミングについてですけれども、まだ新芽が吹いたばかりで、柔らかいうちはあまり手を出さない方が良いと思います。新芽が柔らかいと作業中に芽をかいてしまうこともありますし、まあ風の強い季節ですから、強風で新芽が傷んだりもします。まあ部分的に気になるところだけを切り戻す作業でしたら、この時期でも大丈夫だとは思います。まああまり慌てず、新芽が展開して固まってから作業したら良いと思います。ご視聴ありがとうございました。